やばいやばいやばい、発電機は。やばいやばいやばい、スピーカーをちょっと耳から外していた。あ、なんて、まあ、デバイススピーカーって言えばいいの？あ、ワイヤレスイヤホンか。あ？ワイ、何すんだ？ナースだよね、これ。アーティスト姉さんの感じじゃないね。多分。この声は。こういう、ちょっと今日は安定性がないから、話したり、あれをやった方が、今の時代、ミスが命取りだから、お、いやー、6回とかやめてもいいんだけど、ちょっとね、遅いね。あまりに、端の方に行ってる時調子悪いね。グレートにしろ、グッドの、足の方にして、真ん中ぐらいに行ってるときは安定してるよね。ヒルチェックが。さすがにここは大丈夫だけど。6時前のあたりがやばいよね。やばい、来た。と思ってたらこっちじゃねえかよ。どういうことだよ、これ。あ、いや、行ってくれると信じる。別のところ、次のところ探そう。気づいてくれる、きっと。切ることが大事だ、まずは。無駄な動きになる。戻って。ならば次の発電機を貪欲に狙った方が。ここは一体どこなの？わあ。なんか聞こえてくんだよな、発電機。あ、あったじゃん。まあ、いる、あれ？ドワイト回復するわ。いや、外さないでくれ。これ通知行く。今、序盤だから、こんななんか最終盤面の発電機の感じでやんなくていいって。まず、無駄な釣りを避けることがまず大事で、2回チャンスが負傷気絶の2回あれだったら言う。ああ、もう、やばい。やっと、こっちをおとりにしながら。やばい、なんかいる。やばいかもね、トンネルたた、あ、大丈夫。どこ方向かわかんないんだけど、と、くる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 。ダメだ、そこは。100トンネル狙ってるから、バーンって言ってんだよ。キラやればわかる。シミュレーションでトラッパー使ってみて。お、救助されるとバーンって通知言ってんだよ。よくわかんないんだけど、俺もそうなんだけど、釣られて焦ってんのかしんねえけど、一応ナースが行った側じゃない方に行った方がいいと思うんだけど。だから、絶対逃げってこっち側じゃねえのか。違う。吊るされてるとちょっと、なんか一旦位置がちょっと把握できないことはあるからね。俺が北側に行かないと、こっち、側、うん、そうそう、こっち側。一気に救助。今、チームが大事。発電機じゃない。絶対この盤面は。どこでもいい。救助できるか。流れが悪くなってる。が減ったらほぼ負け。これ大事。多分ケイトかな。なくなったら多分ほぼ負け。マジで大事。ほんと。ほぼ負けよ。この人いなくなったら。大事よ。三人場面がもうマジで敗北。発電機がただ安定してないからもう自信がないのよね、今日は。
どこにいる？バイト。吊るされてから行こう。バイトは多少の隠密をしてもらっていいよ。無理。俺が救助行くか。猫があるならなんとなく。あまり。ちょっと申し訳ない。あ、あれ？俺が外した？あれ、やってかしたの。マーク多分見あ逆こっち側俺と一緒に来てくれ頼むこっちこっちこっちそっちじゃねえやべえ側じゃねえそっちじゃねえぜ嘘だろナースが行った側ってわ吊るされてる時なんとなくまあいいよ俺と俺来てるからいいよ俺の方行ってくれれば。うわあ。もうやばいこれは。うわっ、あと俺が発電機よりは絶対他の人いやここがねフックの近くが痛いよね本当はフックの近くだと無駄なんだよね動いてる時間がないができたらね俺もだけどあのねヒラーがいなそうな方向に逃げてほしいんだよな今だったらドワイトがそっちの方行くから多分こっちの方行った方がいいわけだよね多分今だったらやばいかなあれは多分あれいや、今のは多分通信。だから、やばい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 。ここで無駄に釣られるわけには。地下室じゃねえか！やばい！やばい、地下室だな。あ、僕はもう見せてもらって。発電機で、すいません。やべえなぁ。地下室だね。こういうとこも本当はミスなんだよね。ただ大丈夫だ。結局、あまりキャンプ傾向がないとこで猫反応で見れたから、俺が多分救助行った方が一番いいパターンだから。まあ、俺もだけどできたら、こことかだとわかんないけど、見える範囲だったらナースって声聞こえるから、なんとなくで、位置把握して逆側に逃げた方がいいと思うよ。トンネル狙いではあると思うから、若干の。行けたらトンネル狙いって感じだから、もうちょっとあそこのとこ離れてればよかったな。俺はとりあえず粘るんで時間作るだけなんで。来れなかったら来れない。あーやばい。来れなかったら来れないで、ここの位置は。あ本当は隙がある人が来てほしいけど。あ、ありがとうございます。救助ちょっと、治療とかはいいんで、とりあえず、最悪4人いた状態で、ここからが問題点だな。どこだろう？どこがいい？どこがいい？お。俺もちょっとわかんないんですよ、今状況が。ナースコールは持ってないんだけど、ずたんなにぐらいは持ってるよね。あれただに、スキルチェックミスったから来ただけで。あそこにいてたら気づくはずだから、100。
私は初めにエクセキューショナーのナースコールの人に橋で見つかりましたね。その後なんか地下室でなんか生き延びましたね。箱を開けてるときに。ん？発電機の音が聞こえねえか？魔法が。あれ？絵か。今日はもう。やばい。6時前だけ勘弁してよ。いや、強いんだからさ、もう。そこの反応速度が悪いのよ。6時前は。これでミスってんだから、もう終わったわ。諦めるな。落ち着き。立つ。いやー、勘弁してよ、もう。いや、待って、落ち着け。ナースは別のやつを追っている。来た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 。いやー、これは痛い、痛すぎるよ。申し訳がないわ。安全確保。近いうちにドワイトがいなくなる可能性がある。安全確保。発電機が悪すぎる今日。まあ、申し訳ない。どうやった？あげる。チーム、総崩れになる。責任取って俺が助けに行く。責任取って助けに行く。申し訳ない。あげたのは悪い。外す。と思ったら、3回目じゃねえかよ。やばい。屋根になってる。場所忘れた。これはやばい。違った意味でやばい。3回目じゃねえかよ。ああ、よかった。3回目だった。とんでもねえミスをするとこだった。焦ることありますよね。ああ、2回目とかだったわ。そうだわ。全員2回目なんだよ。3人がね。3人が2回目なんだよ。俺も含めて。忘れてたわ。でも多分、3人生存にかけたわ。危ねえから。よかったね。僕も見てなかったです。ちょっとね、開けた責任を感じて救助に行かねばと思ってたら、3回目だと思って。